大谷、藤浪に並ぶ BIG さん、もう誰も覚えていない。浜田達郎。誰やこいつ。最初は良かったよな。すっかり忘れてたわ。消えた天才ライバル枠でかっこいいやん。怪我するまではこいつらに引けを取らない投手だったのに。やっぱアイシングって必要なんやな。山本昌みたいなのが特別であって。高2の頃までやな、高3の頃には評価落ちてた。プロで完封までしたのにガチで知名度低いよな。この3人の中で完封を最初に達成したのは浜田。大気の片鱗を見せてから壊れただけ立派な BIG さんの一角やろ。BIG さんが3人とも完封経験ありの年なんて他にある？怪我でずっと苦しんで2016年からは育成選手として再契約して頑張ってた。ずっとリハビリ続けてたけど、去年戦力外受けた現役引退したね。お疲れ様でした。